紀伊清水駅は、和歌山県橋本市清水558-4にある、南海電気鉄道高野線の駅。標高87メートル。駅番号は、NK78。相対式ホーム2面2線を有する地上駅。ホーム有効長は2、扉車4両。駅舎は、南馬方面ホームの高野山駅寄りにあり、反対側の高野山方面ホームへは、 校内踏切で連絡している。当初はこの駅付近に車両基地を設置する計画だったが、都合により取りやめになり、三幸辻駅橋本駅間のお原田信号所にお原田建築が設置された。2021年に駅舎西側の仮眠室を改修して奇襲ヘラサオの製作工房が設置された。実際には校内に蒸気の乗り場番号表記はないが、スマートフォン向けアプリ。 南海アプリでは、下りが1番乗り場、上りが2番乗り場とされている。駅舎側が2番乗り場である。2020年度の1日平均乗降人員は173人で、南海の駅では90位である。各年度の1日平均乗降人員数は、下表の通り、駅周辺は、関西な集落となっており、駅前には若干ながら、店舗あり、駅北側の、 清水の街並みは、宿場町の面影を残している。駅から東へ行くと、橋本市立清水小学校や帝福寺、三賢者屋の台上や灯籠がある。駅の東を2016年10月に、世界遺産に追加登録された、高野山景道の黒角が通り、当駅から高野山奥の院まで歩いて行ける。この道は、周辺の村々の産物を、 高野山に届ける雑事のボーリで使われたが、高野七口の中でも最も起伏が激しく、建脚向けのルートである。さらに、高野山を経由して、熊野三景道、小平寺を通じて、熊野本宮大社や熊野那智大社まで、紀伊山地の霊場と三景道を縦断する、長距離ルートの起点でもある。駅南西の西畑地区で特産の畑ごぼう、畑ごんぼが地元有志の手で栽培され、 プレミア和歌山にも指定されている。かつては、当駅から木の川にかけて貨物船が分岐しており、現在でも線路跡が残されている。最寄り停留所は、県道13号線にある木清水駅前となる。橋本市、コミュニティバスが乗り入れている。ありがとうございます。